今日はダイハツミライースの5段階評価していきます。ご機嫌うるわしゅアンドレです。ダイハツミライースのテーマですが、みんなのエコカーとしてテーマを設定されております。基本的には燃費を考えながら買いやすい値段にできるだけ抑え込んだといったような車両になっております。我々の評価基準としては燃費を評価として特に入れないというふうにしてます。これはなぜかというと、プリウスの時も申し上げたんですが、やはり運転の楽しさ、車を足代わりとして使わない価値観を広くしたい目的で、燃費を求めた車でいいからといって評価を上げていくといったことはしないような方針をしてます。ですから今回見ていくところは、価格が価格だけに安い車なので、最低限の車として欲しい走り、快適性、乗り心地を見ていきながら、大事なコストパフォーマンスが成り立っているかどうか、安かろう悪かろうになっていないかどうか、そういったところを重要視して見ていきます。今回紹介する車両のグレード構成ですが、大きく分けてまず4つのグレード用意されております。 GXLB という風になっております。そしてこれ自体は根本的に車両が上がっていくと、タイヤのインチ数が上がっていき、一番上はアルミホイールに変わるといったような違いがあります。そしてそれぞれ2駆4駆選べます。スマートアシスト付きかどうかも選べるというような選択肢になっております。今回紹介する車両はダイハツミライースの X2WD になります。価格は110万円です。エクステリアはですね、軽量化をさせながら安心感を与えるようなデザインを求めたエクステリアになっております。具体的にはですね、軽量化させていくと、どちらかというとペラペラした怖い印象を与えてしまって、軽自動車イコール死ぬ可能性があるという恐怖感があります。それをなくすための安心感を与えるデザインされております。まずですね、軽量化のためにこの車両、実はですね、仙台に比べて80キロも軽量化しております。じゃあどこを軽量化したのかというとですね、まず見える部分でいうと、こちらのボンネットアルミになっております。価格を抑えたモデルにあるにもかかわらず、アルミボンネット採用されております。そして安心感のためにまずヘッドライト、仙台に比べてよりですね、ゴツゴツして角張らせたヘッドライトにしております。こちらによって力強さを感じるデザインされております。そしてですね、フロントのこのボンネット、非常に長く感じるかと思います。軽自動車は限られた車幅の中なので、基本的にはボンネットを短くすることが多いんですが、パッと見た時にやはりボンネットが長いと安心感がセダンのような印象を与えるので、ボンネットを長く取っております。そしてできるだけ長く持ってきてはいるんですが、こう持ってくるとですね、最後エンブレムを貼っつけてしまうと車幅がオーバーしてしまうので、エンブレム分はへこませているという、こういったデザインの工夫がされております。こうしたことによってフロントのノーズを長さ感じるので、セダンのような印象を与えております。そして前から見たとき、グリル周りがですね、台形のデザインに取られております。こうすることによって非常に安定感、安心感を与えるようなフロントフェイスになっております。それ全体的にもゴツゴツさせることによって、非常にですね、力強さのイメージも与えております。また空力においてもですね、例えばこのフロントワイパーの両サイドに突起があります。この突起を設けることによって空気が整流されて、それによってですね、燃費も向上が果たせるといったような、燃費を求めながらも安心感もしっかりとアプローチしたようなフロント周りになっております。サイドもですね、非常に安心感を与えながら燃費に対してもしっかりとアプローチする、軽量化を考えたデザインされております。伸びやかな安心感のために、このルーフパッと見た時スタイリッシュになったかと思います。前よりも商用車ではなく伸びやかな、まあすごく大げさな表現をするとスポーツカーのような雰囲気を持たせるためにですね、このルーフラインのピークを先代は B ピラーあたりにしていました。 B ピラーあたりにすると乗用車感出るんですが、今回は運転席の上あたりをルーフラインピークにしています。そうしてなだらかに下ろすことによって、空力リアに置いて流しやすくなりますし、かつ横から見た時もスッと落ちて、少しクーペルクなデザインの印象も与えるので、それと伸びやかさのためにもルーフラインのピーク変えています。そしてこのショルダーラインはっきり入れています。はっきり入れることによって頑丈さ、力強さの印象も与えております。実は軽量化もこちら見える範囲だと、フロントフェンダー、こちらを樹脂製にしています。またですね、燃料タンクも樹脂製にすることによって軽量化も取り組んでいる、そんなサイドになっております。タイヤ見れます。デザインはまあミライースと悪くないデザインですが、鉄チンホイールなので、やはりアルミが欲しいなという感じはあります。アルミホイールを選びたければ一番上のグレードのみアルミホイール装備されております。ディスクブレーキ、キャリパーは前についております。14インチというふうになってます。リアも同様に14インチドラムブレーキになっております。それではリア見ます。フロントサイド同じようなテーマを貫いて
おります。まずですね、力強さのためにリアウィンドウと C ピラー、こちらのつなぐ場所よく見るとグッと絞り込んでいます。これはですね、空力のためももちろんなんですが、グッと絞り込むことによってリアフェンダーが目立ってきます。そうすると斜め後ろから見た時に足をしっかりと踏ん張っている安心感のあるデザインに見えるようなリア周りになっております。またですね、後方視界から見た時に窓が広く見えると非常に安心感に感じますので、黒い樹脂を配置することによって空力およびですね、後ろから見た時の窓の大きさを大きく見せる効果も持たせています。またですね、軽量化のためにリアのハッチ樹脂製にしてます。こうすることによってですね、軽量化も果たすといったような形取られております。また後ろから見た時に上の C ピラーとリアウィンドウの絞り込みをちゃんとすることによって下から上に台形になっております。そうすると後ろから見た時に非常にですね、踏ん張ってるデザインに感じるので、非常にですね、軽自動車ながらも力強さ走りのために非常に工夫が凝らされているようなエグステリアになっております。インテリアはですね、基本的には特段テーマ設定とかはなく、あくまでも価格を抑えながら、ただ質感をないがしろにしてないか程度を見ていくといったような評価になっていきます。まず全体的な質感です。ダッシュボードはですね、全てハードプラというか内装の部品ほぼほぼハードプラなんですが、上の素材安っぽくは見えません。価格相応かと言われれば相応以上かというふうに回答するようなものになっております。ドア側も全てハードプラなんですが、素材感を一番上はレザーっぽい見た目、中央はどちらかというとファブリック調な見た目、真ん中はハードプラハードプラした無垢な見た目をしているので、素材感を分けたことによってハードプラでも質感低く見せないような工夫は上手だなといったようなものになっております。続いてシートの座って質感です。お尻まで腰回りが一瞬柔らかそうに感じるんですが、座ってみると意外と弾力があります。お尻回りもグニャンとしてて、腰回りもボンとしてるので、触った時は柔らかく感じるんですが、座ってみると想像してるよりかは沈まないなといったようなものになっております。ただシートがいいわけではなくて、あくまでも値段がベースにあるので、それを鑑みての評価にはなっております。なので、まあ、長く乗れば腰痛は出るかもしれないんですが、すぐ出てしまうようなシートになってないなというようなものになっております。それでは各部見てみます。まず照明、フロント側はありません。中央にあります。ドア連動とオンオフになっております。真ん中にあるので後席も使えるといったところの使い勝手は素晴らしいなというふうに感じます。サンバイザー見ていきます。開けるとですね、鏡のみというふうになっております。助手席はもう全く一緒です。ルーミラーですね、後方視界と大きさ合ってるので特段言うことはないです。もうベゼルはない方が良かったんですが、そんなに分厚くないのでこれはこれでいいんじゃないかなというものになってます。送風口見てみます。まず中央側ですね、上下左右かなり変わります。前編前回はないですが、自由度あるだけでも良いかなというふうに感じます。窓側は丸型になっていて閉じれますが、漏れ出してくれるものにはなっております。ステアリング触った質感はまあ正直値段相応かと言われると少し低いかなぐらいで、悪くはないので特段言うことはないかなというものになっております。クラクション見ていきます。はい、軽自動車らしい音になっております。ステリングの調整は特段ないので、正直言ってもう少し下げたいなと思うので、聞こうとして欲しかったなというふうには感じます。レバー類見ていきます。まずインカレバー、ダイハツインカです。ワンタッチ式になってしまっているので私は買いたくありません、これでは。そしてワイパーレバーは一般的なものになっております。特段言うことはありません。メーターがですね、意外と質感高くて好感持てます。走行状況に応じて照明が変わると、色が変わるといったものになってます。左のスピードゲー、右にはインフォメーションディスプレイで情報表示できます。上の方にはギアと燃料系になっております。まあこちらは特段言うことないですし、この車両の値段に対してはいいもの入ってるなという感覚があるようなものになってます。右足前あたりは走行に関わるスイッチに配置されております。それでエンジンのスタート位置見てみます。考え方はこちらに上げてきますので見てください。こちらのモデルはセルの鍵を挿すタイプになっております。最近もうキーレスのスイッチに慣れてきているので、挿すことすら面倒に感じてしまうなという印象はあります。右足前あたりにはボンネットのレバー、右足下あたりには給油口のレバー用意されております。ドア周り見てみます。まずドアレバー指4本程度入ります。メッキをちゃんとやっているので質感低く感じないですね。このドアレバーいいです。ドアグリップは細長い浅いものなので、まあ、使い勝手としてはそこまで良くないかなというものにはなっております。続いてウィンドウスイッチです。意外と接度感があります。運転席のみオートになっております。そしてミラーの調整のスイッチは質感は無難ですね。普通のものになっております。センター周り見ます。まずナビです。ナビがですね、皆さんが想像するナビのまんまのものになってます。操作した形もまあこんなものだよねというレベルになって
おります。角度はそこそこ立っているのでそこまで反射はしません。いいですね。それではハザード見ています。押した質感意外といいですね。クリック感もあってかなり好きなフィーリングになっております。手の届く位置ギリギリなので、まあ、特段減点とかもなく質感がいいなというポジティブな感覚があるので、仕事としても車ハザードよく使うのでいい配置ですし、コストのかけ方も良かったなというようなものになっております。エアコン操作した形も、まあ、良くも悪くもないという操作感にはなっています。その右がシフト用意されています。触った質感見た目通りです。操作すると D モードと S モードの入れ間違いしやすいので、もう少し接動感欲しかったなというふうには感じます。それその下シガーソケット用意されております。そしてその下には ETC 配置されております。その左にはコンビニ服用意されております。サイドブレーキ用意されてます。まあ正直サイドブレーキじゃなくてフット式のサイドブレーキにしてほしかったなというふうに感じます。これですと収納をなくしてしまっているので残念ですし、ハンド式であれば収納になったらいいなというふうにも感じるので、これいいことないのでぜひスポーツカー以外はなくしてほしいなというふうには感じます。収納見ていきます。まずドア側からドリンクホルダーはなくてですね、書類を入れる程度の空間になっております。運転席右側の送風口の下ドリンクホルダー用意されてます。こちらに置かれるとですね、夏の時期冷房を使うので冷たい飲み物であったり、冬の時期暖房で温めたりすることができるような飲み物を温度を変えられるのはいいんですが、ただ冬場に例えば冷たい飲み物飲みたい人とかは相反してしまうので、まあ一長一短かなというふうには感じます。センター周りです。スマホ等が置ける収納トレイになっております。送風口の下にも運転席と同様にドリンクホルダー1つ用意されております。グローブボックス用意されてます。開けるとですね、まあ、熱い車検証1冊半入るかなという空間になっております。 ETC の設置場所の下にもトレイ代わりになる場所用意されてます。そして助手席側のドアポケットもこちら側と同様に書類が1つ入ります。それでは助手席見ていきます。まずですね、シート座った感触です。運転席と同じように意外と柔らかいのかなと思いきや弾力があって出るとこ出てるので、腰痛は想定してるよりかは出にくいかなというシートになっておりますし、質感も触ってみると意外と低くはないですね。良いシート入っています。見た目開放感かなりあります。フロントウィンドウもそこそこの大きさがあるので圧迫感等も全くありません。というか開放感の塊ですね。よくできております。そして最後足元空間です。直線の区間はかなりありますというか、前の坂がちゃんとない分ですね、なだらかに上り勾配になっているので、直線の区間がまるで40センチ近くあるかのような状況になっているので、足の置き場に困ることはないかなと思います。特にいいのが上り勾配になっていってるので、自分が一番快適だなと思う場所に足を置くだけで快適に座れるので、足元空間も特段言うことはありません。意外と値段に対しては頑張ってるなというような助手席になっております。後席見ていきます。まずシート座った質感です。リクライニングは特段ありません。まあこういった車両なのでないのはまあしょうがないかなというふうになってます。ベンチシート型になっております。ただですね、良くないなと思うところが質感とかではなくて座り心地です。特にこちら座面が短いのはもう圧倒的に短いんですが、それだけじゃなくてそのももを支えるためか、この手前の座面の先端の部分に太いパイプが入っているの感覚があります。ですから足を乗っけるとまるで太いパイプの上に足を乗っけてる感覚なので、足がすごく痛いです。ですからこの座面もう少し長さも置けたりしてほしかったなっていうのが非常に残念なところであります。空間見ています。運転席173センチの私に合わせて調整しております。それでは膝前空間見ています。拳が 2.5 個入ります。前後はいいですね。頭上空間見ています。拳がというか後頭部当たってますね。そのことをこれだけすれ心地微妙なのであれば、シートに下げてしまうか、もしくはシートをもう少し傾けた方が寝かせることができたのかなという印象があります。ちょっとレイアウト残念ですね。ただ後席に乗っけるのがメインな車じゃないので、そこで減点はしないですが、少し不都合が出てしまってるかなというようなシートの感覚があります。ここでやはりルーフを気持ちよく下げたことの弊害も出てるのかなという感覚はあります。それでは装備見てみます。まずウィンドウです。ウィンドウ大きさをそこそこ開けるとですね、意外とほぼほぼ開きます。少しだけ残ります。ドアレバーも前席と変わる質感悪くないですね。指は 3,4 本ちゃんと入ります。ドアグリップは前席よりもより浅くなって使い勝手は良くないです。ウィンドウは
コストを抑えてくれたなと分かるような質感のスイッチになっております。そしてドリンクホルダーと小物が一つ入るような意外と収納力のあるドアポケットになっております。運転席の次の後ろシートポケットなどは特段ないという風になっております。そして最後足元空間です。運転席の比較的真後ろに座れているので運転席下に足を放り込むことができます。ですから特段足をぶつけずにいられるので思ったより見た目よりかは足の空間広々してはいます。ただフロアが結構ですね段差があるので気持ちよく置けるところを探すのが大変だなと思うのでもう少しフラットに作ってもらえたら嬉しかったかなという感覚はあります。それでは荷室見ます。まず荷室のレバーですね、ちゃんと真ん中にしっかりとあります。そして押してあげると、軽々上がります。さすが樹脂バックドアですね。低いところかなり低いです。頭を当てようとも当たってしまいますが必要十分な高さには上がります。開口部そこそこ用意されていて、皆さんの想像通りの大きさかと思います。装備等も特段なくてですね、もう荷室下に少しだけリペアキットと何か入るかなという空間になっており、ボード自体もプラダンのような質感になっていて、さすが値段も値段だなというものになっております。今度後席倒していきます。ベンチシートなので両肩を外す必要があります。外して押すと、はい、倒れました。倒れた姿はこちらになります。こんなものかなというものになっております。それではこちらを使用してワイスタイムしていきます。どうもワイスです。今日はこちらのミライースで出力とお昼寝レビューをしていきます。今の状態は後席を前に倒した状態、助手席はリクライニング前、前後幅も前となっています。荷室側のボードの耐久性悪いです。これ体重預けたらへこみます。2列目背面の耐久性も悪いです。こちらも体重を点でかけてしまうと抜けます。ですのでこちらで車中泊をすることは現実的ではありません。そしてレンタカーですのでこちらで車中泊をレビューしてみるのもやめてみます。ということで助手席を後席とつなげることはできませんでした。それではお昼寝をやっていきます。まずはゼログラビティができるかどうか、こちらはですね良いです。シートふかふかです。もう腰を預けることができます。足元空間も良いです。斜めの空間ありまして奥まで足を放り投げることができます。良いです。ただし腰の根元に少しだけ違和感はあるんですが、そこまでの気にするべきポイントではないかなとも思います。はい、フルリクライニング、こちらも良いですね。リクライニング角度良いです。結構あります。そして足も放り投げることができます。それでは総合車感想になります。仕様はですね、そこそこちゃんとあるので特段資格が多いなという印象はないですね。シータイルならば後方を見た時のハッチのダンパーがですね室内側についてるのでその棒が見えてしまって資格も作ってますし残念だなという気持ちがあるので、スズキのように外付けしていただけるとありがたいなというふうには感じます。続いて静粛性です。静粛性は軽量化をものすごく測ってるのですごいうるさいんだろうなと思っていたんですが、想像しているよりかは静粛性はあるなという感覚がありました。続いて乗り心地のまずボディからです。ボディはですねすごい軽量化を測った分、昨今の車にしてはそこまでボディ剛性はないですが、軽自動車としては波かなというくらいなので特段言うことはないです。もう少し欲しいのは欲しいですが値段を考えるとこのぐらいかなというものにはなっています。続いて乗り心地のサスペンションです。サスペンションがですね想像しているよりかは硬さがなくてですね、弾力のあるサスペンションになっていて非常に日本の道路に合っている柔らかさなので、思ったよりいいサスペンションが入ってるなというものになっております。段差を乗り越えた時もバインと跳ねるのではなくてグニャンと受け止めて走っていくので、このサスペンションで味付けうまいなという感覚がありました。タイヤもいいのかなと思うようなものになってます。ステアリングは思ったより軽快で操作もしやすくて小回りも効くのでここもいいなという感覚がありました。続いて加速減速の、まず加速です。加速がですね CVT S モードにすると非常にリニアで加速感が良くて合流遅れもないですし、エンジンの吹き上がりも非常に気持ちいいので走りも良かったなという感覚がありました。ただ1点言うとすればエンジンが高回転寄りだと思うんですが、正直言って日本の特にこういった都会に近いところですと、もう少し低速トルクを設けて加速感を設けてほしかったなという感覚があります。他社の同じようなアルトとかと比べるとトルク感がなくてですね、どちらかというとずっと高回転寄りで走り続けるところに向いてるのかなというような走りになっております。続いてブレーキです。ブレーキも想像通りグッと効くもの
ものですし、効かないとか予想より効くとかもなく、想定通りの効き加減になっております。ペダルレイアウトはですね、足をパンと出した時にブレーキペダルは踏めます。踏めるんですが、親指の付け根でギリギリ踏むというイメージです。そしてアクセルを右にスッと出すとあるんですが、このアクセルの位置奥まっていて、かつ中央寄りに若干なっているので、もう少し手前に出してドア側にアクセルをセットし、ブレーキもそれに揃えてドア側の方に配置すると素晴らしいレイアウトになる可能性を秘めてるような状況なので、惜しいなというようなペダルレイアウトになっております。まあでもこれでも特段悪くはないんですが、ただもっと良くなったなというようなペダルレイアウトの潜在能力だなという配置になっております。それでは評価に入ります。評価は5段階中4です。良いです。基本的に掲げたテーマに対して非常によくできたものになっておりました。特段言うこともありません。それではなぜ4かというと、価格を抑えながら燃費も考えつつ、しかも走り内外装もちゃんと考えたといったところは大変素晴らしいんですが、ただなぜ4にしたのかというと、やはりですね、根本的に例えばハンド式のサイドブレーキ、こちらを収納にした方がもっと使い勝手良くなりましたし、後席のシートもですね、正直言って座ってられないようなレベルのシートになってしまってるんで、あの座面の改良も必要かと思います。またですね、ペダルレイアウトも改良がありますし、走りもですね、せっかく CVT がいい CVT なので、もう少し低速側にトルクを振ってあげて高速に伸びやかだっていう方ではなく、低速寄りで日本の停止加速が多い方向に合わせていただいた方がもっともっと気持ちよく走れるかなというところも含めてですね、評価を4とさせていただきます。それでは皆さん、良いカーライフを。